アーティストの空山はじめです。ロボットもちょうどジョージ・ルーカスさんがスター・ウォーズ作ってた頃でサントリーの仕事だったんですけど、日本でオリジナルで作ろうっていうので私のところに白羽の矢が立って、いいタイミングで重なって、それが最初に書いて世の中に出るデビューだったんですよ。今は ASATSDK だと、当時は ASATS って言ってたんだけど、そこに2年勤めてました。入って2ヶ月目ぐらいに開業はできるし、もう嫌で嫌でしょうがなかったんだけど、もうこれ以上我慢すると私は発狂するか死ぬか犯罪者になるかくらいの気持ちですから、逃避の迂回の人生ですから、女の人がまず好きなんですよ。基本的にオスですから。金属もテカテカ光るやつがエロチックでセクシーなんですよ、私にとって。それのドッキングだし、女のロボットって誰も描いたことなかったから、それでスポットライトが浴びて、 100% 新しいものって受け付けてくんないけど、多分 20-30% 新しいもので、それ以外はみんな安心するものを入れとけばびっくりするんですよ。その辺のこう塩梅がいいタイミングであったんじゃないかな。で、世の中もそういうシーンで流れてたし、ロボットっつうので、オリジナリティっつうのは自分で作るしかないんですよ。こんなもん誰も書いてないから教えてくれる人いないじゃん。自分で野良犬のようにこう興味があることだけずっと生きてきてやってんだけど、後ろを見ると結構線になってんですよ。それはやっぱモンロー好きだし可愛いし、それからモンローをロボットにして、ロボットでなおかつ似顔絵金属で、エアロスミスのジャスプシプレイの CD のカバーやってるね。よく言われるのは、絵描きっていうのは自分の真似し始めるようになるとおしまいだって言うけど、次のやつなんかもロボットでも、今回の展覧会はもう革新的なのね、私の中で。毎回そうなんだけど、特に今回は好きが才能なんです。だからモチベーションはいらないんです。お腹空いたら何か食べるでしょ、酒飲みたいだとか、お姉ちゃんに会いたいだとかあるでしょ。その時にモチベーション必要ないでしょ。自分の中から湧き出てくるものに素直に反応すればいいだけだから、それをあえて私は才能って言いたい。無能です。溶接って早く死んだ人も無能だと私は思ってます。その生きてる時に評価されて死んだ後も評価されるっていうのが一番正しい才能で、その絵を残したりなんかするのも誰にでもできるのは子孫残したり、それはほら犬猫でもできるでしょ。チップでそういうので楽しめる媒体ができたなと思って、何千万だから何億出さないでも何千円かで楽しめるっていうのはアメリカの文化だし、ストリートの文化だし、多分そっちは根気だから、でその人たちにとって5000円だとか1万円っていうのは高いかもしれないけど、本当に未然にで買うわけだから、いい媒体ができたと思いますよ。もしもアメリカではとりあえず個展の予定ないけど、東京でも個展の時にこれ持ってきたら後ろに即私サインしてあげる。